日本鹿児島県鹿児島市東谷山東谷山は鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は8910113。人口は13,444人。世帯数は6,808世帯。東谷山1丁目から東谷山7丁目まであり、東谷山1丁目から東谷山7丁目までの全域で住居表示を実施している。 鹿児島市の南部、長田川の下流域に位置している。町域の北方には、薄木、南方には、谷山中央、東方には小松原、西方には、小原町、魚見町、中山、自由が丘、希望京急町、西は、上福本町がそれぞれ接している。町域の中央部を、鹿児島県道20号鹿児島加瀬田線が南北に通っており、中山バイパスが、 東西に通っている。また、東部には、いぶすき枕崎線が南北に通っているが、町域内には駅は所在していない。また、小松原との境界上を通る国道225号に沿って、鹿児島市電、谷山線が通り、谷山電停、上塩屋、電停、笹抜き電停が所在している。1965年には、 笹抜ぬき土地区画整理事業に着手し、1968年にかけて総事業費26億6200万円、総面積28万千平方メートルにおいて実施された。1970年には桜川地区土地区画整理事業が計画決定され、 1985年にかけて、掃除業費41億2200万円余り、1075個の建物を移転し実施された。1976年4月には、笹抜地区から西塩谷地区までを結ぶバイパス道路が開通した。1979年2月26日に、笹抜谷山塩谷地区の区域において、住居表示が実施されることとなった。 それに伴い町域の再編が実施され、谷山塩屋町、上福本町の各一部より分割され、東谷山一丁目が設置された。1982年2月15日には、桜川地区において、住居表示が実施されることとなり、上福本町の一部より、東谷山二丁目、東谷山三丁目が設置され、同時に、東谷山一丁目の一部に編入された。 1988年2月15日には、桜川地区において、住居表示が実施されることとなり、それに伴い町域の再編が行われ、上福本町の一部より、東谷山4丁目及び、東谷山5丁目が設置された。1992年3月には、鹿児島南警察署前から高徳時代に至る都市計画道路であり、町域を東西に横断する、 小松原山田線が開通した。1997年2月17日には、桜川第二地区において、住居表示が実施されることとなり、上福本町及び中山町の各一部より、東谷山6丁目、中山町の一部より、東谷山7丁目が設置され、上福本町の一部が、東谷山4丁目に編入された。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。なお、1995年と2000年の間には、東谷山6丁目及び東谷山7丁目の区域が追加されている。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上塩や電停笹抜き電停一般国道主要地報道。 鹿児島市交通局鹿児島市電谷山線ありがとうございます